あ、どうも、こんにちは、からです。今回ですけども、作る編で、このトーテムリンクを使ったステージを作っていこうかなと思います。まあこれね、ゼルダ三重士やったらわかると思うんですけど、これ、3人のリンクが力を合わせて謎を解いていくというね、ゲームなんで、まあそういったステージにしようかなと思います。で、まあ、外観はまあ、ゼルダといえばどっちかというと野原なんでね、まあこんな感じの外観で。で、地上ステージで。地上ステージで、あ、3人が協力するやつやもんね、ゼルダの。だから3つのパーツを集めへんかったら先進まねへんみたいなね。ああ。まあ、そういうステージにしようかなと。パーツね。そうそう。何がいいんやろな、パーツ。バネ。あ、思った1個。なんかその、全部、テルレレレレレンみたいな感じで解いていくみたいなステージにしたい。思ってた俺、ええの。うん、これがいいわ。ええの思ってたぞ。P スイッチを使った仕掛けが作りたい。んで、まあ、こんな感じで、3つのレーンがあって、で、P スイッチを押すと同時に、P スイッチを押すと同時に、そうそうそう、なんかな、そういう系の施設にしたいな。順番があって、これ。ブロックを叩く順番、ハテナブロックを叩く順番があって、で、順番を叩くことで、あれにしたいな。意味があるものにしたいんやな、なんか俺は。こんな感じかな。よし。で、まぁ、こんな感じで、いっぱいあって、この。で、俺のイメージとしては、これな、ちょっとなんか複雑だから、ちょっと。まあ、イメージとしては、例えば、この、ハテナを順番に、決まった順番に叩いた後に、スイッチを押すと、先に進めますよっていう仕組み作ろうかなと思って。なんで押そうかな。で、イメージとしては、全部が、集結するイメージ。一箇所に。まあ、こんな感じかな、イメージとしては。ああ。やばいやるさっきは、うん、これでいいんちゃう。まあ、これで OK やんじゃん、1個目。これがレベル1系。そう。まあ、真ん中の1個目が1個、1番目やでと。ヒントはもうここにあると。まあまあ、こういう、あれにしようかな。しかも死なへんじゃん、これ別に。死ぬとこないしな。間違えてやり直すっていうのあるけど。そう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 。まあ、そこはもう、うん。これが第1段階。いやー、これ第1段階ね。これでいくかじゃあ、一旦これね。だこういうのを何個もやっていこうかなと。このこれ3つの何かがいるっていうね、全部2個目の項目いきたいと思います。1個目のステージはこれで完成で、まあやっぱね、これ3つ合わせるんで、だから3つのステージクリアしたら何か3つ集まるとかっていうね。で、俺はちょっと録画外で考えたんですけど、ここね、天空城を作りたいなと思いましてね。天空城オッケー。で、最終で行かないといけないのは、これ一番上のコースに行かないといけないというゴールにしようかなと。繋がったと思います。で、でね、どうしようかって言ったら、この、最後ね、ここまで行って、ここをスターで、ちっちゃい道がぐわーって帰ってくる。最後は。ああ、だから3つ目の、そちらをクリアしたら。で、2個目のステージこうやってあって、2個目は、こんな感じでね。で、こいつがここに安置されておるっていう。2個目はだから、3つを、あれけ。まあ、なんかね、そういう感じで。で、最後の安置所に、スターが、あれけ。あると。置いてあると。まあ、こんな感じですかね。さあ。スターがどこか安置されておるっていうね。安置所にあると。まあ、この辺にね。それはどんなギミックにするかで、まあここ上通っていかなあかんと。ダメだっけ、ここ、ここも。そうそうそう、これを。だ。こんで。こんで。こんでんさみたいな。こんで。でれってでれってでん。こんな感じね。最後帰り道はスターでここでガーッと走ってもらう。これ敵を倒しまくるよ。
そう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 。まあ、こんな感じかなと思ってるんですけどね。で、3つの試練。最後クリアしたら、天空城に行けると。天空城は、すごい世界が広がったと。そう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 。戻られませんと。天空城は。天空城こんな感じで。で、天空城の天空城これ頭、ヘルメットでこういるやん。これで。ああ、いるな。ヘルメットあったらこれいけるやん。突破できるやん、ここ。だそれが1個目の試練に手に入れたもので、ヘルメットは絶対キープしとかなあかんわけやもんな。まあ、その敵側もおらへんわけやろ、このステージって。あれ壊れへん。違うやつじゃないとあかんやん。ウェイ。はい、1回。1個目がだからそこで。いると。いけるようになると。そうそう。で、靴がいると次。まあ、靴ってことはまあ、その歯車か、ゾッスンか。あ、それいけるんやったっけ。靴で。いけるで、靴で。ブラックパックな。うん。いけるはずだけど。ブラックは恐ろしいからな、これ。怖いで、これ。ほんまに。無敵時間で行けへんようにせなあかんわな、そこ。うん。この、あいつの。おー、ほんまに。オッケー。でも、もっと長くしとかへんかったら無敵時間で行かれるんじゃない？もっとその、ヘルメ使うようにしとくと。そう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 。だから、これで。これで、だから、もうこれで。どっちも必要だろ。そう、どっちも必要になった、これで、二つ。一個では行かれへんと。行けませんよっていうこと。そうそうそう。で、教えてあげると。で、次が、三つ目。もう待って、スターだから、三つが。ああ、そうか。スター変えるときに必要だから。で、これでもうゴール。いけると。うん、そう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 。まあ、こんな感じかな。これでまとめて。で、まあ、これで最後。この彼の使っていこうかなって思っておけんな、俺は。これを使って、ぴったしこの辺にはまるようにしたいなと。ああ。で、地下通路が開通すると。はいはいはい。んで、ん？ああ、いけるんや。おいや。これで。いけると。おもろい。おもろいな。で、これを、この亀をここにぴったしはめなあかんっていうのが、まず1個目むずいわね。普通に多分これやるだけだったらはまらへんからな、これ多分。行くんかーい！ああ。無重だ。そこから脱出させれるようにしとったらへんかったら、もうずっと、あれじゃない、何回もやり直しできんくない、そこ入ってもたら。そうやな、もう終わりや、それ。隅け。隅やで。あいつやな、それ。いや、そらそうやろ。でも手順を踏んだら絶対いけるなとね。ああ。そう。それを発見できるかどうかが、鍵を握っとっていう。で、初期位置はここ。いや、でもそのヒントのやつもある幅を作っとかなあかん。ヒントをそこに置いて。まあ、それはまあどっか作ってやる。この辺に作れるやん、ほら。剣と森のヒントスペース。なんで剣と森出てたんや。あれ？なぜ？先に取ってんな。うん、あ、これ、一個上や。上やな、確かに。これや。ああ、行った。来た、ほら。で、踏んだら終わり。おい！うわ！これ、見ろ、この仕組み。優しいで、俺は。でもこれ、あ、まあ、それでええか。すごいわな、確かに、さっきの仕組みは。やばい。やばい、あの、バネ2つ使って、そこを寄せて。うん。いや、それがいらんわ。1個。左のやつ。2個。3個。だって、基本的にゼルダのシリーズで、やっぱそこにあるものを使うっていうのがあれかな。あ、じゃあ、トゲトじゃなくていいやん、これ。基本線やろ。こいつしてんじゃん。ああ、メットゲ。こいつ大丈夫やろ。ああ、メットやったら確かにや。メットやったらメットでいけるやつなんかあるん？ 1 個いって。はいはいはい。で、2個目。ああ、ああ、それで OK。これで、これで、これで。あ、ええやん、それで。コイン。コインで、亀コインだらけです。OK なの？わかりにくくない？あ、まあ、わかるか。うん、亀はコインの位置を示しとると。ああ。で、で、P スイッチ系。次、このハテナブロックやろ。左から順やろ。
で、左から順っていうことを教えた方が、左、矢印左側の置いとったんじゃない？そうやな、ハテナボック矢印左からってことが入る。左の矢印やろ。それの左やろ。わかるんかいな、もう。左やろ、左。ハテナ、左を表したぞ。うん。わかるかなこれ。で、P スイッチは最後。3番目とかやらなかった、P スイッチで。あ、最後じゃないんか。P スイッチ L で。P スイッチ。なんで L なの？あ、3個やから。3番目とちょっともうちょっと早く、もう、これにしようか。うん、言われてもって感じやろうな。こんな若さ。3番目の方に亀が入ってから。ピース踏めよっていう。絶対分からんな、俺。まず。めっちゃむずいな、時やな、これ。俺は初見でやったやつさ、分からん思うで。いやいや、それいいんやつな。あ、まあ考えさせるための。もう考えろと。やばいやろ、これ。地味に。めっちゃ複雑やんけ、よくよく考えたら。なんだ、その矢印は。だって、亀、ほら。1、2、3。あ、1に連なったのか、これ。これやった後に上やろ。まあ入りきらんぐらい。それ多分。分かった。これな、最初こうやわ。最初こうやって、右？でこの上にでこれ置いといて、これこうやろ。ああ。で次下やろ。下やな。分からんぞ多分。ああコピーやろ。こうやろ。どうこれ。その左側だからその左のやつを表しとって。そう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 。え、2個目が2個目のやつを表して、3つ目があるけ。そうそうそう。じゃあ、1、2、3っていうのが分からへんから、ずっと。こういうの得じゃん。え？むついな、これ。こういうの得？コイン。ああ。じゃあ、分かるか、これでも2。分かりにくいな、これ。やばい、これ。コインいらんやろ。わかるんちゃう、順番にな。左からやから。まあ、その、相当頭切れるやつだったらわかるんかな。切れ物や。まあ、やっとったらわかるやん。たぶん。いや、これたぶんすごい思うけど。まあ、でもここに亀を入れるってことはわかるやん。まあ、それは分かる。誰でもな。うん。それは絶対わかると思う。むずい。いやー、これ今、1時間ぐらい経ったけど。めっちゃむずい、これ。まあ、全然できてないけど、おもろいんじゃないこのコース。すごいけどね、これ。まあ、じゃあ、最初やってみるか、じゃあ。まあ、できるわ、最初から。一回通してみるか。俺、たぶん、1本目とするわ、これ、とりあえず。ああ。これ、1本通します、1回ね。え？レレレレー。カメ今考えたらこれトーテムリングと全くあれや。え？脱いでまいやん、カメ。トーテムリング。嘘。うま。で、これで別にカメ。あ、そうか。そこは無理やろ。どうすんねん、これ。1、いや、アイコン P スイッチか。P スイッチ押してから、コイン取って、で、上やろ。まあ、これ簡単やん。これ簡単やん。いったらあかんやん、それ。いけ。うわぁちゃんとできとうかな。これだから。最初の時点でもこれどうやるんやろと思うやつおるやろな、ほんま。やろうな。結構な、複雑やと思うで。複雑さというか。まあ、わかるけど、俺はネタバレを知っとうからわかるだけであって。実際ネタバレを知らんやつがやったら、その時の反応どんなんならやな。まあ、わかったけど、めっちゃこれ頭やつが考えたのな。え？これめっちゃ頭やつが考えたのな、思ったわ、ほんま俺。嘘。え、そりゃそうやろ。この仕組み、おまとまれる？いやー、難しいやろな。おー、これ、あ、まあここまでいったな。それ上に置いとって、いやもう。オッケー。やばこれ、見て。このヒント。わけわからんもんね。カメがコイン。コイン確か置いてあるわ。お前コイン1枚。2枚3枚。確か分かってた。4枚。あ、なるほどな。何がやねん。何あれやん。ヘルメや。ヘルメ、押してもだよ。ヘルメやばい。ヘルメ押してまうからな。で、ヘルメで紙運べるやん、ってこと。うん、それはまあ、気づいたもん勝ちや。
ええー、え死んでません。あ、コインやコイン。あ、お前コインあかんやん。まかんやこれで、これもうちょっとこっちどこ、これもやコインか。いやでもコインやったらそこ当たるかもしれんね、その亀が。それブロックになったわけやろ、だってそれピースイッチするなら。もっと上か。うん、上に置いた方がいいんじゃないもう。これでいいか。うん、これ大丈夫でしょ。はあ、はあ、でもあとあいつは潰すだけだ。それいけるの？あら、あれ倒せんの？それってパックン消えた。あれ4は4見、見てんかった、見えてんかった。あれ、あれなんや、こいつ速攻降りていかなかった、ね、一緒に。ああここ戻ったらか行こう。うん、それはあってもいいやろ。じゃあこれで OK か。もう一回やってみて。もうそっからやってんじゃん。とりあえず移動させて、え、コピーやろ。はいはい。んでそいつから奪える。おいらん、もう一個もう次行かなきゃあかんとこの人ってや。うん、奪って行こう。オッケー、だけど奪えるな、そのメットがあれば奪えるって。それ普通にじゃあ踏んだら終わりだこれ。ほら、あ、ほんま、オッケー。いや、すごいな、この仕組み。すげえな、俺、ほんま。これ多分クリア率でも 1% 切ると思うな、俺。いや、そんな 1% は無理やろ。1% は無理やろ。レベルやんばけ。失敗しにくいエリアではあると思うで。あー、まあ。しないもん、別にこれやって。でも、その仮面動画失敗するけど、絶対。うん。もう一回やってやってもたら。まあ、メットで確かに一応使えるよな、これ。メットで移動させれるやんから、うん、今考えたら。そうだね。トーテムリンク。忘れとったけど。じゃなかったもんだけどな。まあ、これ入れとこう。あ、ちゃんと。トーテムリンクはまあ、最初のあれなんじゃない、うん、やつで。そういうのが、ですよね。まあまあ、こっからしかまだあるしな。うん、伝わったらいいんじゃない。よっしゃ、いやー、すごいのできてきたな、これ。やばいな。これで無敵時間でいけるんか、これでも、もしかして。無理か、さすがに。無理や、思うで。あ、無理やわな、これ、さすがに。だから無敵時間でいけへんようにしとったらやる、最後まで結局。うん、確かにな。やってみたときに。まあ、いけへんわな、これ。さすがに行ってみよう、ちょっと一回。あ、無理や。無理やって言って、俺は。オッケー。いやー、これすごいのできとん、できとんじゃん。やばいな、これ。これは絶対。この案外一発で得やること、天才はもう。絶対無理やな、天才やな、俺これ。で、ようできた、仕組み。うん、やばいやろ。もう亀は得点みたいなお手がかんだ。絶対発動せ、うまくいけへんっていう。おもろい。うん、おもろいな。俺多分これ実際初見でやれって言われてたもんね。これ仮にもしこれ普通に言ったらどうなるの？え？あ、無理や。え？え？ごっついよ、こうしてん。うわ。全く意味ないっていうの。無理や、やっぱり。無理やな。もう特定のはここに持ってくるの分かんない。やばい。うん。やばいな。分かるんじゃない？これ亀の持っていき場所。簡単にさ。まあでも絶対その右下っていうことは分かるやろな。だって右につながったんやから、そこは。いやな。あ、そこなんや。亀のそこに置かなあかんのやっていうことは分かるわ。いや、おもろいんじゃない？これ普通に。考えさせる。考えさせるっぺ。考える人になるやろな、これやっとったら。はい、ということで一旦ね、とりあえず今回は。まあこれをね、一本目としましてね。次回もまたこの続きね。これもっと面白いステージできつつあるんでね、ちょっとまあ気合い入れて最後まで作りたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。